はい、今からですねタフトで角島をちょっとぐるっと走ってみようかと思います。今ちょっとね角島大橋を渡るシーンは撮ったんですけれども、これがテストでね、動画のテストでね、角島の中をねずっと横断してぐるっと回って戻ってこようと思います。今日はね、3月の22日ですね。今時刻は午後6時、26分でございますね。はい、今ちょっと角島の橋のところから、東大のところまでをね、軽く走って、動画を撮りたいと思います。この車タフトはですね、半月前かな2週間前かなに、購入したばかりってことなんですけれども、もう、1291キロ走っております。できるだけねあんまり新しい車なんでね走り回るのやめようと思ってたんですけど、我慢しきれずに、お休みのたびにドライブに行ってるわけですけどね、久しぶりに新車を買いまして、昔ね、パジェロミニを新車で、買ったことはあったんですけど、まあそれぐらいで、あとはもう中古ばっかりですね。しかもなんかもうマニュアルの車ばっかりだったんで、久しぶりに自分の買いたい車を買いたかった。夕日がすごい、夕日が綺麗です。もう沈みかける。ああ、これ写真撮りたいですね。めっちゃめちゃ綺麗なんですけども、もう夕日が半分海に沈んでる感じで、多分動画撮れてないと思うんですけど、入るかな、これカメラの、フレームの中に。本当に今、沈んでる真っ最中ですね。いい絵が撮れるんですけど、カメラあったらね、いいんですけど。これ海が見えるときにちらっと見えますかね。ちょうど今、綺麗な感じで、もう沈みかけてますね。もう半分以上もう沈んで、もう日が暮れるっていう感じですね。いいシーンが、収まってればいいんですけれども、もう沈みましたね。完全に、太陽が、日本海の向こうに沈んで、今沈みました。3月22日の日が沈んでしまいましたね、とうとう。はい、ここからね、ずっと東大の方に、向かっていくところですけど、今日はね、月曜日なんですけど、月曜日というなんかすごい日、時間、夕方という時間に今来てるんですけど、明日はねちょっと有給取ってお休みなので、仕事が終わってね、今日は車を飛ばして、2時間ちょっとですかね、角島まで、来ております。本当ね天気は今日良くてね、週末ずっと雨だったんですけども、今日は非常に月曜になった途端に晴れてですね、日曜は仕事だったんでね、ある意味良かったかなと思うんですけど、普通の人はね、休みの日に雨降ってがっかりだったんではないかと思います。さあ、ここからちょっと道が細くなりますね。慎重に運転していこうかなと思います。ここでぐるっと回ってね、今の北道を帰ろうかなっていうところなんですけども、今日対向車も来ますからね、意外と。
が暮れてしまいましたね。夜とか来ても星が綺麗そうですね、この辺は。そんなに明かりがある街も近くにないしですね、星が夜来たら綺麗なんじゃないかと。まあ角島大橋もね、夜景が綺麗なんでね、夕暮れから夜にかけての景色は綺麗だよってことで、こういう時はこの、ね、ルーフがとてもいいですね。こういう場所で車を走らせる時にこのスカイフィールドトップは、フィールトップか、スカイフィールトップかはとてもいい感じなんでね、ドライブには、ドライブするにはもってこいの車だと思います。まあ、車高もね、ある程度高いんで、見かけはね結構ね車高低いかなと思うんですけど、運転席座ったらね、このアイポイントが意外とこの高いんでね、運転もしやすいし、景色もね結構綺麗に見えて、いい感じですね。はい、ここで古道台のとこなんですけども、ここが、ロータリーになってて、多分灯台が映りますよね。灯台映りました。ここね有料駐車場なんですよね。気楽に降りたいけど有料駐車場なんでね、みんなやっぱり違法駐車してますね。本当月曜日の割には人がいるんですよ。結構人も車も多いんですよね。さすが山口有数の観光名所だけあって、平日でも、結構人来てるんですね。はい、そういうわけでして、まもなくさっき直進した交差点に戻ってできましたね。はい、ここから引き返していきます。最近夏にね角島のこの海水浴場が結構流行っててですね、以前はここの近くの土井ヶ浜ってところがすごく人気があって、夏になるとすごい車が海水浴客が来てたんですけど、今ね土井ヶ浜の方はそんなにお客海水浴客はいなくて、どっちかというとこの角島の方でね、みんな泳ぎに来てるようですね。こっちの方が綺麗なんですがね、土井ヶ浜もね日本海側にしてはねすごい海が綺麗でね、透明度が高くて、いい海水浴場なんですけどね。この辺りね海はすごく綺麗です。日本海側とはいえちょっと離れると汚くなるんですけど、この長門国定公園になるのかな、国定だったかな、国立公園かどっちかな忘れたけど、この辺のね海はとっても綺麗でね、本当コバルトブルーのね南国を思せる感じの綺麗な海なんでね、海水浴に来るには、この辺がいいんじゃないかと。だから結構ね福岡からもね、私が住んでる福岡からもみんな来てる人も多くて、土井ヶ浜の話をするとね結構通じます。みんな土井ヶ浜って言ったら、あ山口のね綺麗な海水浴場だねってことでね、話が結構ね福岡の人も、福岡でも有名な海水浴場でしたね、昔は。今はどうか分かんないけど、昔は自分たちがね20歳ぐらいの時はね、こうみんな土井ヶ浜行こうぜってことで遠出で海水浴来てましたね。はい、
福島大橋を渡るところまで、撮影しましょうかね。日が暮れてどんどん辺りが暗くなっていくわけですけど、この車ね、オートライトですかね、オートのライトなんですよね。これがなかなかね、最初慣れなくてね、オートハイビームなんですよね。で、ハイビームのライト、マークがね、対向車がいても切っぱなせんことが多いんですよ。だから、で、なんかね、光はね、対向車に対しては避けてはくれてるらしい、自動で避けてくれてるらしいんですけどね、ちょっと不安でね、パッシング足りないからいつもビクビクしてるんですよね。で、だいぶ近づいて、相手の車が近づいた時に、ロービームを落とすんですけどね、あれをちょっと、最初はね、怖かったですね。まあ、パッシングされるようなことは今のところはないんですけど、まあ、ちゃんとね、光をね、現行してくれてると思うんですけどね、ちょっと不安ですね。で、ライトがね、エンジンかかるとライトがつくんですよ。で、ライトを完全に消せない。一応手動で、スモールにはできるんですけれども、ここすごいですね。ここの橋も結構絶景なんですよ。ここはまだ角島大橋ではないんですけど、この手前のね、角島大橋手前のこの橋の見える海の景色もすごく綺麗で、あ、角島大橋に電気つきましたね。街灯がついてですね、夜の、街灯のついた角島大橋駅から、渡ろうと思います。ここに今さっき出発した場所がこの駐車場なんですけどね、ここから角島大橋を渡って行こうと思います。ここはね、10年ぐらい前は日本で一番距離の長い無料の橋だったわけですけどね、最近はどんどん抜かれてね、今何位ぐらい、5位か4位か5位ぐらいですかね。このあとすぐ、北九州空港の連絡橋に抜かれて、その後沖縄の何とかっていう橋、どっかの離島を結ぶ橋に抜かれてね、今はね、日本一じゃないんです、これ無料の橋の 長さで言えばですね。でもやっぱね、この景色がね、やっぱ素晴らしいってことで、山口ね、山口で一番の、観光名所になってるのかな。今のところはね、あそこはね、駐車しちゃいけないんですよ。非常駐車台なんで、でもみんな止めてね、写真とか撮ってるんですけど、結構みんなマナー悪いです、この角島大橋来る人たち。あえてね、違法駐車してるところもあるし、今正面に見えてるちょっとね、住宅が見えますよね。あそこの手前が結構撮影スポットなんですけども、みんなね、違法駐車してね、あそこ車を止めないでください書いてる看板の下に違法駐車してみんな止めてる、写真とか撮ってるんですけど、ちょっとね、下に駐車場あるんでね、少し歩けばね、いいんですけどね、めんどくさがって車そのまま行って、車をつけてね、写真とか撮ってね、ですけどね、よくないなと思うんですけど、はい、手が終わってね、帰ってきました。帰ってきましたね、渡りました。渡って、で最初ここに泊まってね、夕日撮ってたんですけど、そこに、戻ってきました。結構電気がついて、街灯がついていい感じの景色に今なってますね。この日が暮れた後の角島大橋っていうのもね、なかなか景色がいい、なんですかね、撮影ポイントに、なってると思います。インスタ映えするってやつですかね。はい、これで一応ここまで、テストの撮影これで終わります。お疲れ様でした。